ブロツワフは、ポーランド西部にある第四の都市で、ドルヌイ・シロンスク県の県と。歴史的に、シロンスク地方の中心都市で、ポーランドの中でも最も古い都市の一つである。市内には、オドラ川とその支流が流れ、200以上の橋が架かっている。ブロツワフは、歴史上、様々な国の一部となっていたが、1945年に、ポーランド領となった。 ブロツワフは UEFA 欧州選手権2012開催都市の一つとなった。また2016年には欧州文化首都となり2017年にはワールドゲームズ2017の開催地にもなった。10世紀の記録によるとブロツワフはボヘミアの拠点であった。ブロツワフはボヘミア港ブラチスラフ一世によって建設された。990年頃、 他のシロンスク地方の都市と共に、ポーランド公国に属し、ミエシコ一世やボレスワフ一世時代のピアストアサの支配下に入っていた。当初、開拓の中心地は、オドラ川の中州にあった。西暦千年のグニエズの階段において、神聖ローマ皇帝オットー三世と、ボレスワフユーカン王が、カトリック教区の設置を決めた。その後間もなく、ブロツワフに、 最初の司教座が置かれた。10世紀にはすでに都市は建設されていたが、公式には、西暦1000年が、ブロツワフ建設の都市としてみなされ、2000年には、都市建設1000年が祝われた。11世紀には、ポーランド王国に2カ所あった、貨幣鋳造所の一つが設立され、ポーランド王国の金融産業の一大中心地となった。 15世紀のブロツワフ18世紀のブロツワフ13世紀には、モンゴル帝国の侵略を受け、ポーランドでは、シュラフタが乱立し、14世紀初めに、ブアディスワフ1世のもとで、ポーランド王国が統一されたが、シロンスク地方のブロツワフは、王国から離脱した。14世紀には、ポーランド王カジミエシュ3世が、シロンスク地方のボヘミア王国による支配を黙認した。 それでもこの一帯では、ポーランドの古い王家、ピアスト家の分家であるシロンスクピアスト家がこの地方の領主として存続した。1386年、リトアニア大公国の大公ヨガイラの下で、リトアニア、ボヘミア、ポーランド、ハンガリーの王朝であるヤギエオ朝が誕生した。1675年に、シロンスクピアスト朝の最後の着難イエジビルヘルムが死ぬと、 この土地の君主家から、ポーランド王国との団結の血縁が途絶え、ブロツワフを含む一帯は、相続により、オーストリアのハプスブルク家の手に渡った。 1740年から1748年のオーストリア継承戦争の結果 https://e-trel.pl プロイセン王国の領土となる https://e-trel.pl1945 年まではドイツの一部であったが同国の第二次世界大戦敗戦に伴いブロツワフは ポーランド領となった。第二次世界大戦において、ドイツ軍とソ連軍の激しい戦闘で、歴史地区の大半が破壊されたが、戦後残っていた資料をもとに、ポーランド市民の手によって正確に復元された。ポーランドの首都アルシャワから西南へ約350キロ、シロンスク地方の中心地。中央広場2017年。 ブロツワフで生み出された GDP の価値は555億ズオティに達し、ポーランドの GDP の2.8%を占めた。一人当たりの GDP は、ポーランドの中で高い水準にある。2019年9月、ブロツワフの失業率は1.6%だった。1832年、ブロツワフにマスクナンバーウェンストールとブレスラウ工場が設立された。 車両生産、後に、リンケ・ホフマン・メルケと改名戦後、ポーランドの主要な車両生産者の一つである、国営車両工場として国有化された。2001年以来、旧国営車両工場は、ボンバルディア・トランスポーテーション・ポルスカとして、ボンバルディアの懸念の一部となっている。さらに、第二次世界大戦まで、クジニキと後に、ブディッチに、 スモッシュは狂気車両工場があった。1952年にザクレディメタロ、ザクゾが、ザクゾで設立され、モッペットと冷蔵庫の製造を扱った後、ザクレディメタローエポーラーに変身し、家電製品を製造し、現在は、ワールプールの懸念の一部となっている洗濯機と、冷蔵庫のポーランドの主要メーカーとなっている。1918年以来、 長年にわたって様々な名前で、市内で非鉄金属製錬所が創業してきた。1961年からハットメンと呼ばれている。金属産業で活動しているもう一つの企業は、1946年に設立されたセントロスラムで金属くずの処理を扱っている。FAT 箱は自動旋盤を製造し、高元素の処理を扱っている。 ウォッベコ工場は車のブレーキを生産し、バマーフェードロマ工場は掘削機を生産している。市内で2番目の掘削機メーカーはボルボ工場で同じブランドのバスも製造している。共産主義の時代に設立されたポレナブロツワフは現在 E&S インダストリー SA である。ブランド名 E で粉末洗剤を製造している。ブロツワフには 製薬工場がある。そのうちの一つは、1984年に設立され、医薬品、医療機器、栄養補助食品、化粧品を製造しているハスコレックである。ギャラナ、ファーマシューティカルレーバーコーポラティブは、70年以上に、わたって、ここで活動しており、医薬品、栄養補助食品、化粧品を製造している。さらに、US ファーマーカイアリーキーは、 ブロツワフに拠点がある。ハーブ産業は、主に1952年に設立された、ハーバパール・ラクローゼ社が中心である。ブロツワフには、航空を含む、動力油圧を生産するプラント、PZL ハイドラルがあったが、2011年に閉鎖された。2012年、アメリカのアトクエアロスペースシステムズは、ハイドラル地域に研究開発センターを開設した。 ブロツワフ大学。ブロツワフは、ポーランド有数の大学都市で、約15万人の学生が住む。公立大学は次の通り。ブロツワフ中央駅鉄道交通の要衝の一つで、あり、国際空港もある。ブロツワフ。ありがとうございます。